の指の一番真ん中の指ですね、中指を思いっきり逆方向に。こんばんは、3月11日午後7時になりました、画面がね、今日出てないんでね、今びっくりしたんですね。今日はトラブル続きですね、というようなことで、内輪話をしております。今日はですね、124回のしゃべくり松代です。今日の松代なんですけども、朝から晴天ですごかったですね。素晴らしい晴天でね、雲一つない抜けるような青空って言いますかね、もう最高の天気だったんですけども、風が冷たかった。もう本当に北風がビュービュー吹いてね、なんか春と冬がね、この同居したような天気でしたね。はい、だいぶ今風も止んだんですか、まだ吹いてますかね。はい、今日は寒い一日でした。天気の良い寒い一日でしたね。そんな松代でした。
ということで今日のゲストなんですけども、今日はですねこちらのおまわりさんですよ。長野南警察署、町野警部交番のしおり署長さん。しおりです、よろしくお願いします。そしてですね、長野南警察署の池田刑事さん、よろしくお願いします。はい、おまわりさんを横にいるとなんかこれ緊張しちゃいますよね。なんか緊張ちょっとしてますよ。はい、はい、そんなことないですね。そうです悪い人にあの厳しくいきますけど、ちょっとドキですね。もう善良な人にも優しく、優しい、そういうおまわりさんですか。そうですか、はい、天使のように見えますね。ありがとうございます。それでは天使のようなおまわりさん、今日はどんな話をしていただけるんですか。はい、今日はですね、真っ白町内で起きたいわゆる事件事故の関係について 2、3 お話したいと思ってます。まず最初にですね、何松代これ、はい、事件事故あるんですか。この平和に見えても、実は事件にならないその前兆予兆の段階でですね、事件が起きてるんですね。なるほど。結果ばかり求めてもいけない、やはり予防予兆をそのところで、防止をするということが警察も必要だと思っております。はい、皆さんのおかげで未然に防いでると、はい、いうことなんですか。今日はですね、その中で振り込み詐欺の関係を一つ、はい、それから、訪問販売という特別法の法律があるんですけれども、その話を若干したいと思っております。はい、そういうのあるんですね。はい、もね、実は振り込み詐欺ですね、先月なんですけれども、おばあちゃん、83歳になるおばあちゃんがですね、140万の被害に遭ったという事件がありました。これは結果が出てしまったんですけれども、長野南署警察署管内では2件発生してまして、いずれもですね340万の被害がかかっております。その1件のうち、が真っ白町内で発生したということで、私も危惧しているところなんですが、そのポイントをですねちょっとお話ししたいと思ってますけれども。はい、どういうことですかね。実はですね、おばあちゃんは絶対にですね被害に遭わないという自負したんですね。それがいざ引っかかってしまって、100万の現金をですね銀行から下ろして、おまけにその取りに来た警察官というもの、名乗る者にですねそのまま渡しちゃっている。さらにですね、嘘のお前さんでしょ。嘘のお前さん、まさか本当のお前さんじゃねえ。はい、出庫の刑事でね、今こちらにいますけれども、ビゾとは言いませんけれども刑事で、皆さん行ったら騙されちゃいました、ね、そうですかね。来まして、100万をまんまとせしめた。かつですね、キャッシュカードを他に、銀行のキャッシュカードがあるかということを聞きまして、キャッシュカードと暗証番号まで教えてしまって、さらに引き出されているというような状況がありまして、本当にですね、長年、かけてですね溜め込んだおばあちゃんのお金がですね、全く一瞬のうちに、詐欺に遭ってしまったというのは状況です。まあ、ここで先ほども言いましたけれども、人間というのはですね真っ白くなった時と、それから人を信じるというですね、いわゆる思いやりの心、優しい心があるとどうしても疑わないということがあるんですね。少しでも疑ってもらうことが大事かなというふうに私は思っています。なるほどね、はい、皆さん人を信じたりね、優しい心って言ってるんだけど逆なんだね。逆なんですね。犯罪に対しては厳しくですねやるためには、やはり人を見抜く力が必要かなと。そうですか。はい、そういうふうに思ってます。私なんかちょっと疑われちゃうかな。当然疑われますね。はい、そう、大変申し訳ございません。そんなことないですよって言って、ただこうしてですね並んでると、やはり人柄が優しいですね。これがやはり、もし被害になった場合はこう巻き込まれてしまうというようなことがあるかもしれません。次に訪問販売の関係なんですけれども、実は3例ありまして、1つ目はですね、カニを送るということをですね、送りつけ、訪問販売なんですけれども、早ければ注文もしてないカニを送ってきて、業者を別にして運送会社を利用するもんですから、そこで怠慢なお金をはたいてですね、金を出さなきゃいけないと
いわゆる業者が分かってないで、業者の方は住所の名前と連絡先が分かるんですけれども、送りつけて、お金を取ってしまうと。それお金払わなかったらどうなるんですか。結果的にはですね、契約という言葉を業者が使います、この契約がないとですね、不履行になって、罪になりません。払わないと、だから追い返せばいいことです。はい、なるほど。私は受け取りません、あるいは、品物は持って帰ってくださいと。こういうふうにやって拒否してもらうことが一番いいことです。毅然たる態度ですね。そういうことですね。ちょっと難しい言葉ですけれども、やはり強気でですね、注文もしてないことを主張してもらうというようなことが一番いいかなと。それでもって、なお攻めてくるようであれば、警察なり、あるいは消費者金融、あるいは親戚、友達等にですね、アドバイスを受けながら処理する方が一番大事かなと、こういうふうに思っています。はい。次に薬のサプリメントですね。この間ありましたけれども、やはり注文してない、先々月ですか、注文してない、はっきり行動が分かっている日にちにですね、昔の高校生の名簿をですね利用して、送りつけですね、おばあちゃんも非常にですね、そんなものを注文してないと、消費者金融に言うよ、警察に言うよって言いましたらですね、勝手に言ってくれと、こういうような業者のあれで、結果的には私のところへ来て、止めることができました。これが一つのその手段かなということを思ってます。それと、もう一つはですね、布団ですね。これは以前にですね、やはり訪問販売で買ってるんですね。30万から50万の布団は、布団は以前からありますよね。それがですね、一旦ほとぼりが冷めて10年、うん、15年と経つと、やはりその名簿とそれから住所、連絡先が生きてるんですね。なるほど。そうすると、新たに2人が来てですね、つい最近のことなんですが、いや、そろそろ布団どうだいと、30万で産もうことはあるけれども、用意してくんねえかいと、おばあちゃんドッキリですね、払わなきゃいけないということで、思わず銀行に100万を下ろしたいなって言ったんです。そしたら銀行の人が、いや、おばあちゃん、それはちょっとお巡りさんに連絡した方がいいじゃないかいっていうような話があったそうです。金融機関でね。はい。それで初めてですね、交番に電話が来まして、私が飛んできました。いわゆる現行犯的にですね、相手2人が来るのを待ったんですが、やはり2日経っても3日経っても来ませんでした。やはり見抜いたということですかね。はい。そんなことが本番法であります。でも事件にならなかったのね。事件になりました。よかった。だから感謝感激している状況なんですけれども、やはり私たちはもう、未然に防ぐこともね、一つの犯罪防止ということで、は絶対的なものがあるかっていうふうに考えております。はい。あ、そうですか。3番目に、はですね、これから春先になって、ますますですね、人間の行動が活発化になります、いろんな人間がですね、真っ白に来て、よそ者が事件を起こすということもかなりあります、ましてや、こういう観光風靡な、あるいは伝統とか誇りがある真っ白にですね、おなごはいわゆる美人ですね、池田さん、気をつけない、訪れて痴漢にあったりですね、あるいは触られたりっていうような、そういう状況がね、かなり増えてくると思うんですね。今日はそれを最後に披露したいと思って。わかりました。はい、はい、ぜひじゃあそれをお願いしたいと思うんですが、はい、はい、それでは、はい、池田さんが、そうですね、千代さんやってくれるんですか。私がやったら分かってしまいますんで、どうですか、悪の根源である宮坂さんに私が悪の根源ですか。はい、はい、やはり、わかりました。チーフですから、普段の一般の人がやってみてね、どれだけの痛い目に遭うか。痛い目に遭うんですか。それは分かります。痛いのは嫌ですよ。痛いのは。そうですかね。痛くしないでくださいね。はい、それはご真実っていう形になりますので。わかりました。それじゃあ、はい、じゃあこちらの、はい、はい、痛くしないでください。痛くして、はい、じゃあ説明を、はい、はい、それではですね、最初からいきたいと思うんですけれども、かいつまんで、護身術と、それから、人間としてね、急所があります、こういう関係を説明した後やりたいと思ってます、最初にですね、間合いというのがあります。
あの人と人との間合いという、いわゆる感覚のことなんですけれども、はい、あの柔道や剣道がない前で取ってるというように、はい、両手を上げてもらって約、両手を上げると約 1.5 メートルの感覚になります。この 1.5 メートルを保ってると、例えば突然襲われても逃げられると、あ、なるほど、というような状況のことですね。この間合いが大事です。はい、それと次にあの急所ですね。人間には急所があります。最初にですね、正中線と言いましてですね、いわゆる顔、腹、それと急所ですね、それと両足と甲、このそれぞれの部分に急所があります。ここをですね、例えば突く、あるいは殴るということも必要かと思うんですがね、防ぐためにはそういう場合があります。まあ、最初に顔面をちょっとやっていただけますか。じゃあ、皆さん襲うんですか。宮坂さんの方で、綺麗なあの警察官を襲ってもらってよろしいですか。はい、あ、襲えない。はい、今の顔面ですね。あの顔面の中でもあの鼻の部分のところですね、ここがあの一番あの急所です。顎だとね、どうしてもこう横へ逸れちゃう。急所をやることによって、もう話しててもね、障害になりますけれども、正当防衛ですね。これは全て、あのやった行為者が悪いというような形になると思います。それじゃあ分解動作いいですか。はい、始め。はい、あ、手のね、広げた一番下のところの強いところですね、これがあの一番いいと思います。はい、次に溝落ち、腹と言いましたけれど、溝落ちですね。この溝落ちは一番急所ですね。そこへ、鉄拳、主拳ですね、主拳でボン、やることによって相手が倒れてしまいますね、これで。あ、それからあと急所ですね、接近をしていただいて、足蹴り、あるいは膝蹴りですね。これ膝蹴りすることによって、男の大事な急所がやられると。それとあと両足のすね、向こうすねですね、これを蹴る。はい、じゃあ、左足も蹴ってもらえますか。そういうことですね。あと両足の甲ですね、上から、あの女性の場合はヒールを履いていると思うんですよね。あるいは高いところで、かかとで押しつぶすということですね。例えば後ろから抱きつかれたときにですね、今のように、後ろは見えませんけれど、相手の足元が見えますね。足元のところへヒールのところでドーンと押してやると、もう相当なあのダメージを与える。もうそれだけで、襲ってこないというような状況になると思います。それではあの護身術の、ね、具体的な、内容をやって いきたいと思います。最初にですね、悪の権限である宮坂さんがですね、あの警察官の左手をね、順手で持った場合ですね、始め。はい、今あのスピードは速くしてやりましたけど、痛いですか。今なんか鳴りましたね。なんかね、手今ボキッて言いました。ああ、やっぱしね、あの早くやるとですね、これ逆関節を狙ってるんですね、すべて痛い。どんなに強い人ですね、逆関節ですから かなりスピード速く、ゆっくり、それではゆっくりやってもらえますか。はい、始め。はい、手のひらを広げて外側に回すことによって逆関節、相手が逆関節になると、それで外れるという形になりますね。はい、それでは右手の方をやってもらえますか。はい、始め。はい、同じような形ですね。こういう逆関節になりまして、はい、すぐに外れるということですね。次に、今度は両手ですね。両手で順手とあれで掴んだ場合ですね、これは男の方が強いです。じゃあ女の人はどういうふうにやって、護身をするかというと、始め。はい、今やったようにね、片手じゃ無理ですから、もう一方の手を添えてですね、やはりあの外側に回すような形で、分解動作いいですか。始め。はい、これでも痛い。簡単に取れますね。今右手掴みました。左手も同じ、左でやってもらえますか。はい、あの片手だと力が半減しますけど、両手でやってやると2倍の力が出ると、こういうような形です。次にですね、今度は後ろからですね、とっさに、女性のところを抱きついた場合、
なんか嬉しいですね。ありがとうございます。そうです、すいません、よろしくお願いします。はい、はじめ、はい、今簡単に取りましたね。あの本当の初歩の取り方です。というのはですね、5本の指があるんですが、その中の一番長い指の部分ですね、これを1本逆にですね、もう一回どうしたらいいですか、はい、逆に、すると、そうすると本来だってこれ力入れると折れちゃいますよね、1本だから。今折れそうだったんです、そうですよね。もう4本だとね、こう折れても男の方の力が強いもんで戻されちゃう。1本だと簡単に取れる。いや、私ね、うまくしないですよ。そうですね、私はこう追いやりますね、こう。ああ、やはりね、いや男ですよね。これは強いですよ。これはあの指をやっても、あの取れません。指にね、取られない。はい、私はこれでいく。はい、それじゃあどうやって、逃れるか、始め。あ、はい、簡単ですね。あの要するに、力の半減する方向にですね、自分の体を持っていくということです。あの今の分解動作でやりますと、ちょっとやってもらえますか。まず収められますね。そうすると自分で腰を低くします。そのことによって、全体が沈みますので、半減になります。 そこに、腕を押さえている部分を万歳する格好ですね。万歳する格好で、逃れられると、さらにじゃあそこからですね、私が、面白くないということで悪の根源のあの宮坂さんがですね、さらに抱きつこうとした場合に、いわゆる水落ちを狙って、そうですね、諦めました。はい、もうこればっかりそのまま即答で倒れますね。あの水落ちに向かって一歩足をちょっとやってもらっていい、一歩足を、下げておいてエルボーを食らうと、肘を水落ちに入れると、これによって相手は倒れます。それで防げると、まあそんなような状況になると思いますけど。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。若い高校生、すいません、だいぶあのオーバーしちゃったみたいで、はい、それではですね、本当ありがとうございました。それではあの最後にね、松浦の方皆さんにですね、はい、全国の皆さんに何か一言何かあったらお願いします。はい、最後、一言言わせていただきます、はい、あの松浦の方、あのいい方ばっかりです。だけども人をね疑う、人をあの疑問に思うということをちょっと心がけてほしいと思います。よろしくお願いします。わかりました。湯田さん何か一言、はい、どうですか。まあ、警察は犯人を捕まえることができるんですけども、まあ、犯人を捕まえるためにあの犯人の特定できるものですね。なるほど。あの眼鏡かけてるとか、まあ、年でもいいですし、あのどんなことでもいいので。襲われた時って緊張してて覚えてないんじゃないですか。うん、もう一つでもいいので、もうこのあの記憶を、ね、あの呼び戻していただいて、はい、年寄りだったとか若かったとか、あもう大丈夫です。白髪でもいいです、ハゲてもいい。あ俺白髪白髪だったとか、はい、あじゃあすぐバレちゃいますね。はい、メガネかけてた、線が大きかった、小さかった、はい、太ってた、痩せてた、はい、何でもいい、何でもいいです。わかりました、ということらしいです。それでは、なんかね、中途半端で申し訳ないんですけども、今日はこれであのしゃべくり町の終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、今日は緊張しました。おまわりさん、悪の根源、宮坂さんだって。俺、悪の根源になっちゃった。そう、お料理宮坂さんだからいいよ、ね、うん、まあ来週は、はい、ね、ということで、はい、来週のしゃべくり松尾、はい、どなた、あ、三田さん、はい、お様です。でね、来週はね、25年松代春祭りについてっていう形
でね、4月にやりますのでね、はい、これまたゲストはね、真っ白観光推進機構の、事務局長のね宮沢博さんに、はい、来てやっていただきます。なんかこの楽しい春祭りだから楽しい話になりそうですね、今日は怖かったんですけどね、大丈夫ですよ、そうです、はい、来週はおまりさんいないからいいよね、そうですね、大丈夫です、はい、楽しい話、そうです、はいはい、それでは来週のおしゃべりましょう、はい、どうぞお楽しみに。それから松代、また見てねー。